メフェナム酸はヒステロイド性抗炎症薬の一種。ポンタールなどの商品名で頭痛や死痛、生理痛の緩和などのために傾向で使用される。メフェナム酸が減少すると炎症や子宮収縮などが生じるが、プロスタグラン人合成が阻害されることによるものだと考えられている。肝臓で代謝され、腎臓により体外への排出が行われる。このため、 重度の気も、人疾患の患者には処方されない。胃に負担がかかるため、空腹時を避けて服用する。眠気が生じることがあるため、服用後は自動車の運転等は避ける。他に、頭痛や痛、嘔吐、下痢、発疹、血小板減少などの副作用が生じることがある。稀にアナフィラキシーや、溶血性貧血、急性腎不全、消化性潰瘍。 肝気脳障害などの重篤な副作用が生じる場合がある。インフルエンザ脳症を重症化させると考えられるため、15歳未満のインフルエンザ患者への投与は原則として禁止されている。過剰に摂取すると嘔吐、吐血、痙攣、昏睡水などの症状が現れる。症状は服用後30分から4時間ほどで現れるが、腎不全などは発症までに数日かかる場合がある。 致死量は約 2.5g である。フェナム酸に類似し、ニクロ,ロアン安息抗酸と2、3、ジメチルアニリンから合成される。ありがとうございます。